こんにちは、こんばんは、爽快キックです。今回はね、久々にメガドライブミニプレイしていきたいと思います。興味くるまったりと始めていきましょう。本日はね、ブラックコーヒーをいただいております。さて、レトロゲームね、実況久々になりますけど、またね、考えてるんですよ。年末ね、大晦日にまたレトロゲーム実況あげようかなと思ってね。その時ね、ダイマーク海村2周目途中じゃないですか。クリア目指してやろうかなっていう。ね、あと、なんか、このスーパーファンタジーゾーンもやりたいしね。まあ、ぷよぷよね、得意だって言ってたじゃないですか。ただね、H 金さんのね、ぷよぷよの動画を見てね、16連戦やってるのを見てね、俺、大して上手くないんだなっていう ことに気づいたっていう話はしたと思うんですけど、ぷよぷよ2今回ちょっとやりましょうか。ね。で、クリアは大晦日に目指す形でいいですかね。あと、コントラあたりもやっぱり面白いしね。ロックマンもね、これ、ロックマン、あれですよね、ファミコン版の1、2、3がパッケージになって入ってるっていうやつですよね。このメガドライブ版のね、ロックマンね、メガワールド。うん、ロックマンやってもいいし、うん。ちょっとぷよぷよからやります。ソニック2もね、ちょっとクリア目指したいなと思ってるんですよね。いろいろやりたいゲームあるんでね。忍び2とかゴールデンアクスとかレイノスは難しいと思うよ。うん。まあ、やっていきましょう。ぷよぷよ2からやるか。ね。あれ何これこれパッケージのさ、サイド面だよね。メガドライブ欲しいけど高いからさ。ね、レトロゲームやショップ行ってもやっぱ高いよね、メガドライブのゲームは。プレミア化してるんで、行きましょう。ぷよぷよ2。僕はこれね、何回も言ってますけどね、ゲーセンでね、ぷよぷよ2クリアしたことありますよ。もちろん100円でね、クリアしたわけではなくて、コインをね、たくさん積んでね、クリアしたっていう記憶があるんですけど、多分ね、2だと思います。3じゃないな。3かな ?2 か3ですね。うん。まあ、僕はね、最高で5連鎖ぐらいしかできませんね。それ、うまいと思ってたんだけど、うまくないんだね。普通なんだね。一人でぷよぷよ。レベル1から行きましょうね。はい。ここにいるって何?ちょっとボタン操作が最初わからないので、最初戸惑うかもしれません。うん。ちょっと待ってくださいね。これね、久々なんでね。はい。ちょっと待ってくださいね。はい。うん、ちょっと待てよ。わからなくなってきた。ちょっと待て。わからなくなってきたよ、俺。ねえ、うん。ちょっと、緑置きたいんだよね、これ、緑。緑置いてさ、ね、このあたり、ね、ちょっと、まずくなってますけど。ね、赤とね、青きてほしいね。これでいい。これでいきますよ。ね、はい。ちょっと、とろいですけど。ね、これでいきます。あ、4連鎖かな?ね。4連鎖ぐらいしかできませんでしたね。まあ、序盤ね、レベルが低いうちは、ね、まあ、ね、たくさん連鎖させるよりも、だいたいスピードじゃないですか。スピードでなんとかやっていきますよね。まあ、ね、最後の方になってきたら、なんかテクニックとかよりスピードの方が重要になるよね。ね。どんどんね、落ちるスピードとか上がってくるんですけど、うん、スピードが重要ですよね。連鎖よりもね。序盤の方が連鎖重要なのかな、ひょっとしたら。ね。うん。ねえ、どう思います?これ。まずいな、これ。ちょっと待て。ちょっと待て。またわからなくなってきたわ。もう年ですね、これね。うん、年やわ。やばい。やばいよ、これ。ちょっと待ってくださいね。うん、どうしましょうかね。ああ。全然スピード出ないよ、これ。あれ、2面ですよ、これ。レベル2ですよ、これ。
レベル2で まあ、というわけでね、今回ここでやめときましょうか。これ、果たして大晦日クリアできるのかどう思います？できると思います。こういうちょっと前振りをね、しておいて、本番でね、大晦日にかっこいいところを見せつけるっていうので、いいんじゃないですかね。この程度で、この程度の腕でクリアできるかどうかって、ちょっと、ね、皆さんどう思うかわかりませんけど、まあ、はっきり言って、無理だと思う方もね、いっぱいいると思うんですけど、そんな中でクリアするっていうのがね、やっぱり、いいんじゃないかなと。はい。醍醐味というかね、下手くそがクリアするのも、面白いでしょう。ね。はい。まあいいや。ぷよぷよ2は、このぐらいにしといたのか、今回はな。はい。ちょっと一旦切りますね。はい。さて、行きましょうか。ちょっとね、僕はね、これ初めてプレイしたんですけど、面白いシューティングゲームがあったんですよね。それがね、これですね、サンダーフォース3ですかね。2と1が、メガドライブでは出てなかったの。他の機種かな。セガの機種って僕はね、だから、まあ、メガドライブぐらいしか持ってなかったんだよね。セガファンというわけではなかったので。ドリキャスがなんか19,800円に値下げされた時あったじゃないですか。あの時さすがにね、買おうかなと思ったんだけどね。うん、ちょっと、やめたんだよね。うん。まあ、サターンも持ってなかったし、ね。うん。まあ、ちょっとやってみますね。サンダーフォース3ね。はい。まあ、シューティングでね、これ面白いよ。うん。結構、2面までいったのかな？ちょっと覚えてないんだけど。これ面白かった。うん。ステージセレクトができたのこれ。あ、最初ステージセレクトできるのひょっとしたらこれ。なんか全然してなかったけど。あれ？いきなり始まったんだけど。始まってないこれ。始まったのこれ。これ押しっぱでいけるんですよね。まあ、今のシューティングゲームね、ほとんど押しっぱでいけるんですけど、ね。どうやってやるんだっけな。まあ、これ久々にやるんでね、覚えてないんですけど、これ武器変えるんだよね。はい。これが一番いいと思います。うん。今のシューティングゲームね、押しっぱが当たり前なんですけどね、これやられましたね、今ね。ちょっと覚えてないわ。ちょっと待って。そうそうそう。このあたりもね、敵の配置とか覚えておかないといけないんですよね。もう覚えてませんね。ちょろっとやり込んだんですよ。うん。3面ぐらいまで行ったんですけど、危ない。何こいつ。あ、ちょっとね、できないな、これ。あ、もう一回やらせてください。はい。もう一回やります。まあ、僕はね、まあ、楽しんでね、実況活動をやってるんですけど、ちょっとね、過去にね、精神的に病んだことがあるっていう話はしてたじゃないですか。ちょっとね、どういう風に回復していったかっていう話をちょっと触れましょうかね。ね。今はね、本当に精神的にはもうすごい気楽な状況ですね。はい。まあ、今働いてないんでね、そういう理由もあると思うんですけど、まあ、僕はね、まあ、大学時代にね、ちょっと精神的に病んでしまって、二十歳ぐらい。うん。20歳ぐらいにちょっと精神的に病んでしまってね。まあ、それからちょっと回復するときにね、何をしていたかというとね、やっぱり当時ね、娯楽っていうのは、そんななかったんですよ。娯楽ね。うん。テレビぐらいしかなくてね、ネットもそれほど、まあ、発達してなかったし、ね、写真とかでもさ、なんか20秒とか30秒かけて、ね、エロい写真が出てくるみたいなネットだったでしょ、当時は。そんなさ、動画とかも見れなかったし、ネットで。まあ、インターネットってその程度だったんですよ、当時は。うん。まあ、それで、まあ、僕はやっぱりね、やっぱ暇だったんだよね。ネットとかなかったから、暇でね、まあ、テレビでしか時間潰せなかったんで、本当に暇だったね、当時は。うん。何もやることがなくて。うん。まあ、勉強の方もね、うん。まあ一番ひどい時はできなかったね。うん。まあ回復してからまあ大学ね卒業しましたけど、うん。まあそれでね、まあテレビぐらいしかなかったんですよ。でもテレビでもね、やっぱりね、
やっぱり刺激の強いテレビは見れないんだよね、うん、だから NHK とかよく見てたし、最初ね、あのだから旅番組とかね、食事番組、料理番組っていうのかな、なんて言ったらいいんだ、そういうね、あのテレビばっかり見てましたね、はい。まあ、それでだんだんと心が癒されていってね、だからとにかく癒しを求めてましたね、うん、そういう刺激とかなかなか取らないでね、癒しを求めてたね、はい、うん、これどうやって楽しそうなんだっけ。まあ、それでだんだん良くなってきてから、ね、お笑い番組をね、見るようになりました。うん。ボラン番組はね、本当に、もう全番組見てたぐらいね、ウリナリとかさ、ウルナイとか、全部見てたんだ、俺は。うん。よくだからね、ダブルブッキングっていうかさ、番組が重なる時あるじゃないですか、同じ時間でね。そういう時はビデオで片方撮ってね、後々だから、危ない、あ、やられてしまいましたね。ね。後々ビデオで撮って見たりしてね、もう全番組見てたね。それでやっぱり、笑うことによってね、回復していったなっていうところがあるんですよね。昔からだからバラエティとか大好きだったからね、はい。笑うこと大好きだったんで、もうそういう、やっぱりね、精神的に病んだ時にやっぱり笑うことってすごい重要だと思いますね。笑うことが、笑顔がね、やっぱり回復への道の一歩なんじゃないかなと思いますね。笑うことによってやっぱり セロトニンっていうね、出るんでしょ、なんか物質がさ、化学物質、なんて言うんだっけ、そういうのね、幸せホルモンが出るらしいんですよね、笑うことによってね、セロトニンっていう、それがね、やっぱり精神的な、ね、落ち込んでる人にはいいんじゃないかなという感じが僕はしますね、はい、笑うことですよ、うん、だからあ、ね、今の時代ね、ネットとか簡単に見れて SNS とか時間つぶしに使う人 多いと思うんだけどね、あれやっぱ SNS はやっぱり病むと思うし、精神的に、うん、笑うことをね、でもまずは癒しやな、癒しを求めて刺激は避けてね、俺だからオカルトとか好きだったけど、オカルトはもう全然見ないようになりましたね。今でこそオカルトね、また好きになってますけど、オカルトは避けてましたね。だから陰謀論とか絶対やめた方がいいよ陰謀論とかさ、まあ、陰謀論楽しめる人ならいいと思うけどね、レプティアン、アハハみたいな楽しめる人だったら全然いいと思うんだけど、ああいうのやっぱり精神的に落ち込んでる時に良くないと思う。刺激は避けた方がいい、うん、癒しからね、求めた方がいいですよ。それが僕はだからテレビ番組でいう旅番組とね、料理番組でしたごめんなさい、ゲームに集中しないね、これちょっと話していこうと思って、うん。あと調子がね、だいぶ良くなってきたらやっぱりバラエティ番組とかね、今俺テレビ見ないからわからないけど、 YouTube とかでも面白い動画いっぱいあるじゃないですか。バラエティがいいと思いますよ、やっぱり笑顔になる動画がね、一番いいんじゃないかなと。はい、僕はだからね、自分で実況していてね、笑ってるじゃないですか。ね。よく笑ってるでしょ、一人で。ゲームしながら。あれね、実はね、自分が笑ってるわけではないんですよ。まあ、こんなこと言ったら、まあ、謎めいた話になるんだけどね。実は、自分が笑ってるわけじゃないんだよね。まあ、このあたりの話については伏せますけどね。はい。うん。まあね、僕はでもな、何遍も言ってるけど、超常現象ってあると思うんだよね。僕はいろいろ経験してるので、ねえ。うん。まあそういうのをね、妄想と捉える人もいると思うんですけども、ねえ、妄想と考えとか、まあそういう精神的な病ではいいのかなっていう、そういうケースもあると思うんだけどね。逆に、まあこの話はやめとこうか。もう、またね、またまとまったらね、年末でも話しようと思います。はい。うん、いずれ話します、はい、まあ、とにかくね、精神的に病んだら笑顔ですよ、うん、まずは癒しから笑顔だと思いますよ、僕は、うん、これからね、本気出します。ちょっと一旦切っていいですかね、ね、一旦切りましょうか、つまってくださいねはい、行きましょう。ゆっくりまったりと行きましょうね。はい。サンダーフォースちょっと
2面まではいけると思うんです。さっきのボスは倒せると思うんでね。はい。行きましょうか。はい。まあ、レトロゲーム実況ね、まあ視聴回数ね、そんな伸びませんからね。もう僕の趣味でやってますからね。はい。うん、まあこういうのをね、生放送でやれたらいいと思うんだけど、生放送の設定、パソコンの設定がめんどくさいし、やるとめんどくさいしね。そのあの、生放送でそんな何時間もやる体力ないですからね。僕はやっぱり休憩とか挟まないとね、まあ、腰痛破裂骨折とかしてるんでね、やっぱり休憩挟まないとね、やっぱ横になったりする時間がないと持たないんですよね。なんか同じ格好してたらちょっと腰が持たないので、だから、生放送でそんな長時間できないと思うんだよね。集中しましょう。難しいな、これな。一面はクリアできると思うんですよね。はい。今ね、精神的に病んでる人も多いと思うんですけど、SNS はやっぱり病むよなって思うよな。病みません。なんか。YouTube も病むかもしれないけどね。なんか投稿とかしてたらアンチコメとかいるからね。心にぐさっとくるね、コメントとかありますよね。まあ、最近は俺のとこはないかな。まあ、ちょっとね、炎上というほどには程遠いんだけどね、ありましたよね、なんか。ね、競馬予想の方で、僕のもありましたけど、まあ、大したものではないけどね、あの程度なら。ね。ステージ、ヒドラかな、これ。ね。ターゲット、行きましょうね。はい。これ、ステージセレクトできるんですかね。ね。ちょっとわかりません。ちょっと集中しますね。はい。これなんか覚えて、パターンね、ちょっと覚えとかないといけないんだよね、これね。ちょっと取りましょうね。はい。これを武器変えますね。こっちの方がいいと思うんで。うん。これいけますよね。はい。これ取りましょうね。はい。これね、この辺りを注意しとかないとね、ぶつかるんですよね。はい。うん、あまり覚えてませんね、やっぱりね。覚えてないわ。うん、まあ、この武器ならね、楽に倒せますよね。ちょっと無駄話してしまってね、興味ない方には申し訳ないんですけど、たまにはね、こういう話もいいでしょう。ね。僕のね、自動車学校、徳島のね、自動車学校の話もね、いずれしたいんですけどね。面白い話なんですけど、ねえ、受ける話だと思うんですけどね。今のご時世ね、スピリチュアルとかね、興味ある人はすごい受ける話だと思うんですよね。面白いですよ、なかなか。今でこそ笑い話だけどね。これね、このね、返り血っていうかさ、返り血じゃないな、なんか赤い炎出るじゃないですか、倒した後。あれに当たっても死ぬんだよね、あれ。気をつけないといけないんで、はい。危ない。なかなか今回うまいな。ね、うまいでしょ。敵がね、結構急に出てくるんで、そのあたりぶつかったりするときあるんだよね、このゲーム。そのあたりの配置はね、覚えておかないといけないんですよ。これでも簡単やね、このパワーアップしてたらね。まあ、今ね、YouTube の方ではね、なんか、ね、子供向けの、ね、チャンネルにね、広告がつかないっていう話が出てますよね。あれは、ちょっとゲーム実況とかどうなるのかなっていう感じありますよね。ね。どうなるんですかね、あれ。ゲーム実況。僕のところはね、おそらく子供向け番組どうやって決めるかって言ったら、やっぱり視聴者の年齢層だと思うんですよね。うん、それで、区別するのかなと思うんですけどね。僕のところやっぱ大人が多いからね、関係ないと思うんだけどな。どうなんですかね、ゲーム実況は。ゲーム実況ってやっぱり若い人が多いと思うんだよね。俺のところやっぱり例外だと思うから。ね。例外だよね、これ。レトロゲームとだから競馬ゲームだから。競馬ゲームなんて子供をほとんど見ないしね。いますけどね、学生の方でコメントくれる方はね、嬉しいよね。だから13歳から17歳が 3% ぐらい。18から24だっけ？そうなってくるとやっぱりね、一気に増えますね。20代多いですよ、だから。20代多い。30代も多いけど。30代一番多いんですよね。うん。20代多いですよ、普通に。
40代と同じかそれぐらい、それより多いぐらいかね。はい、簡単だねこれ。倒せないなかなかね。当たってんのかな。パターン入ってるんですけどね、パターン入ってるっていうかね、これまね、あの、あ、やられましたね。これね、倒しましたね。よし、当たってなかったのかな、お腹のね弱点にね。一面クリアしたでしょ。ゴルゴのステージ、ツインバルカン。ツインバルカンって何。あ、この面まで行ったのかな。二面までしか行ってないわ、これ。二面でやめたんだ二面クリアしたかな、これ。あ、これな、移動したらダメなんだな。これ面白いよね、このシューティングね。あ、ちょっとやられてるね。まいったな。あ、これ移動したらダメなんだ全然忘れてるよな。これちょっとハマってましたからね。小1時間どころか 2,3 時間ぐらいずっとやってたね。これ変えた方がいいんだよね。あ、当たってしまった、うん、これバリアが出るんでね、取らないといけませんね、あそこはね。はい、うん、これがね、あの、あ、倒せましたね。ね、あー、ちょっとバリアがあるから倒せたんかね。はい、赤くなってきたからね、あとわずかですかね、ひょっとしたらね。はい、うん、こっちの方がいいかな。これのがいいんだよね、ここに、ここはね。はい、バリア取れたね。バリア取れたら厳しいよ、これ一気増えあるね。よし、これどうやっていくの、ちょっとね、あの、覚えないといけないと思うんですよね。やられたね、行かないとダメなんだ。うーわ、あ、これ強力やな、あいつ。人間型のアンドロイド、アンドロイドか分からないけど、巨人ね、巨人。うん、最後の一機ですね。これボスまで来ましたけど倒せないよな、これな。あ、これね、あの、あ、やれてしまいました。なんか武器が、このボスに見合った武器が必要なんだよね。はい、もう一回やりましょうか。はい、面白いですよこのゲーム。まあメガドライブ自体はね、マニアックな機種ですからね。どれぐらい売れたんだろうね、このメガドライブミニはね。どうなんですかね、マニアの方はね、買ってると思うんですけどね。当時メガドライブ持ってる人なんて少なかったからね、うん、ほとんどいなかったよ、うん、メガドライブ持ってる人間がやっぱり真のゲーマーだねファミコンとかもしか持ってなかったやつはやっぱりカジュアルゲーマーだよ、思いますけどね偏見かもしれないけどさ、メガドライブとかやっぱファミコン以外のね、やっぱり機種を持ってなかったらね、やっぱり真のゲーマーとは言えないなっていう、僕は思ってましたけどね、当時はね。よし。これね、あるんですよ。これ取らないとね。バリアね。バリア取らないと。あ、やれたね。やれてる、やれてる。当たってる、これ。どうかな。あ、反対側出るね。な、これ。ちょっと待って。ちょっと待って。やばいやばい。倒せない、倒せない。後ろにも出るからね。あ、やばい、バリア取れた。苦しいよな。苦しいよな。あ、後ろから来てるんだね、これね。もう最悪だな。一応取っとこうか。危ない、危ない。なんだよ。
最後ね、あのボスちょっと武器ないとダメなんだよね、これね。これじゃダメだと思うわ。これが、これも意味ないと思うしな。難しい。この出っ張りにね、攻撃を当てるんですけど、ちょっと難しいんだよね、これ、この面ね。もっとぶつけやすい武器があってね。上手い人はね、普通のノーマルの武器でも倒せるんだろうけど、なかなか難しいですよ。あったったね。コントローラーがやっぱりね、滑る感じがするね。うん。なんか細かい操作ができないみたいな。もう一回やろうか。うん。細かい操作がさ、なんかキュッキュッって効かない感じがするね。もともとそうなのかもしれないけど、うん、メガドライブ自体がね、うん、なんか自由に操れないなっていう。これ当てたら攻撃しない方がいいんだよ。これはちょっと集中しますね。はい、危ない危ない。これもね、取っときましょうね。はい、これ攻撃したらあかんねん、攻撃したらあかんねん。なんだよ、あ、当たったらあかんがな、当たったらあかんがな。これ取らないといけませんよ。よし、 OK。 バリアは絶対取らないといけません。こっちの方がいいだろうね。当たってないよね。当たってんのかな。ちょっと待て。おー、危ない。まだバリア残ってますね、青いままね。うん、 OKOK。 うん、武器はね、取っときましょう。これ後ろから来るからね。あ、あぶね。この隕石にはね、このワイドビームみたいなね、重要ですよね。危ない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 、やりたやりた。ちょっと普通の武器にしとこうか。あー、やった、マジかよ。さて、ボスですかね。ボスはこっちの方がいいと思うんだよな。これかな、これのがいいと思うんだよ。こっちのがね、あのやっぱ、あ、やれちゃった。あれが効くんだよね。うん、やれちゃったね。やれたら武器もなくなるので。ああ、危ない、危ない。あれ、今日はダメだ。はい、まあ、やめようか。はい、これクリアっていうのは、ね、シューティング下手くそだから、これクリアは無理やな。うん、それこそ、有野課長みたいにね、あの、10時間以上かかるんじゃないですかね、やり込んだら。うん。10時間かかってもクリアできるかわからないよ。うん。ちょっと一旦止めますね。はい。はい、スポーツドリンク持ってきましたね。e スポーツですからね。なんか外国ではね、年寄りのなんか、e スポーツのさ、チームとかあるんでしょ。いいよね、だからね。年寄りもだから e スポーツには参加できるし、障害者もね、参加できるし、ねえ、面白いよね、やっぱり e スポーツって。僕はそういう対象のね、あのゲームはあまりプレイしないんですけど、まあ、ダルビッシュもね、ダルビッシュってもちろんご存知ですよね。あの、メジャーリーガーのね、ダルビッシュ U ですけど、ねえ、あの方なんか、今ね、なんかオフシーズンですけど、ね、エイリアンウェア買ってね、もうすごい超高級の PC 買ってゲームしてますけどね、YouTuber ですよね、今ね。ゲームしてるんですけど、あれ、やっぱり目指すところはプロゲーマーなんでしょ。ね、野球引退してからでもプロゲーマー目指せるっていう、ね、夢がありますよね。僕はまあゲーム下手なんで無理だと思いますけど、ね、
ゲーム好きな方はやっぱり年齢制限とかないからね、でもねやっぱりね無理だよね無理だと思うわ。やっぱりちょっとゲームかじった人からしたらゲーム上手い人ってどれだけすごいかでやっぱり分かるんでね、レベルが全然違うんで、ごめんなさい、ちょっと行きましょう。何やりましょうか。ちょっとレイノスやりましょうか。久々にレイノスゲームスタート、これ持ってたんですよ僕は。それクリア目指してねやってたんですけどね、アイ君をはべらせてね、中学時代全然クリアできなかったんだよな。うん。ね、ガンダム風のね、これストーリーがあるんですよ、ストーリーが。これどうやってやるんだっけ。正体不明の熱源が降下してきます。ワーカーは前期基地へ避難しよう。アサルトスーツ隊は装備を急げ。武器を選んでください。一応全部持っていこうね。はい。これどうやってやるんだっけ、全然覚えてないんだよね。一回ね、ね、思い出のレトロゲームの方で、メガドライブ実機でね、実況上げてたりするんですけど、これ武器変えるんやね。あ、やばい。ね、標準装備はね、無限なんですけど、やっぱ高級な武器はね、無限じゃないんですよ。この LG ガンっていうのはね、無限なんですけどね。うん、なんか、ボスが出るんだよね、これ一面ね。それで脱出するんだよ、確か。あんま覚えてないんだけど。やばいやばい。あの、ザコ倒さなくていいからさ、この辺。ね、倒す必要ないよね、確かに。まあ、体力も見つつね、体力見つつ、ね、これザクみたいな感じだよね、緑色の。うん。これ倒すんだったっけ？倒すの？これ、なんか、巨大な戦艦が出てくるじゃないですか。あれ倒さないといけないんだったっけ？覚えてねえんだよな。あれ、ちょっと待ってくださいね。全然操作できない。ああ、ごめんなさいね。ちょっと待て。あれ？戦艦、こいつね、こいつ。こいつがなかなかね、やっぱ武器変えないと無理だよね。こいつ倒してクリアだったっけ、一面って。違ったっけ。こいつを基地まで行かせたらね、失敗になるので、後ろからね。これで倒せると思うんですけど、倒したね。これで逃げないといけないんだったっけ。基地戻るんだったっけ。あ、これ一面クリアだ。やりました。ステージ2。あ、ステージ2が脱出やね。はい。これ面白いよ、だけど。当時、だから新鮮だったね。はめ込んでこんなゲーム作れなかったと思うからね。まあ、ストーリーもありつつ、ね、感動しながらね、感動するほどのストーリーではないんだけど、当時やっぱり、ね、ストーリーのついた、まああったか。ストーリーのついたアクションゲームって別に珍しくないか、当時から。一応全部持ってきたいんだけどね、どうやってやるのこれ。よし。これ最後までやる時はなんか全部武器持っていったらいけないんでね、図使い惜しみしないといけなかったと思うので、あれスタートできないよ、これ。どういうこと？全部持っていけないんだ。なるほどね。はい。音楽もいいんだよね。これ武器さ、あれ？これ使えるの？標準武器ないじゃん。標準武器ないの？あ、ちょっとやられてますね。これ敵かな、上のは。味方だよね、あれ。護衛艦だよね。そうそう。護衛艦をね、守るんですよ。護衛艦やられたらおしまいなんだよね、これね。これが標準武器になってんの ?25SC が。これ、切れるってことないよね、弾切れね。結構ね、簡単にこの戦艦やられるんだよね。ほったらかしにしていたらね。あと、体力ね、これ回復していくんで、ちょっとやってたらね、やられるかもね、これ。あ、
ゲームオーバー。うん、これコンティニューも少ないんだよね。コンティニュー 2しかないんだよ。1回死んだらゲームオーバーだからな。あ、LG がないんだね。どうしたらいいのかな、これ。一応、アーマー持っていくか。アーマー持っていこう。これ、多分、守備でしょ。守備が強くなるんでしょ。走行みたいな感じ。ね。その先まで行けないと思うんで、2面はね、ちょっとクリアしたいので。あ、LG があるね。なんで？あ、LG が持っていかないとやっぱりダメだよね。ね、これ無限だから。はい、バーサット。これがね、簡単に落ちるんだよ、このバーサットだったっけ。こいつ意外と強いからね。これがないとダメだ。やばい、やばい、やばい、やばい。これ難しいよ。こんな難しかったっけ、これ。コンテニュー1、最後ですかね。これはだから僕は全然進めなかった。5面ぐらいまでしか進めませんでしたね。宇宙行くんだよね、これね。宇宙行ったところがすごい難しくてね。全部持っていけないんだね、これね。はい、アーマー持っていこう。これ無理だもんね。いける？あ、いけるんだ。全部持っていけるじゃん。なんだよ。勘違いかよ。ちょっと 25SC でいこう。ね。無理やろ、こんな。これちょっとしたら回復していくんでね。回復させないといけないね、これね。このでかいのがね、なんか、エイリアンみたいなさ、エイリアンあんな形じゃないですか。映画のね、映画のエイリアンみたいな。あれが強いよな。あまり、連打してたらダメな、これ。ね、連打してたらなくなるもんな、これ。なくなったの、もう。マジで。よし。ちょっと回復ね、回復。回復しましょうよ。たまないな、もう。やられとるから。これ。これがね。やべ。やべ。体力ないよ。こいつ強いね、こいつ。あ、やられたの。いや、やられちゃった。あ、これやられるのがデフォなんだ。ね。やられるのデフォなんだよ。この、シャアみたいな。青いシャアみたいな。こいつにやられたんだ。そうだ、思い出した。こいついつやねん、やられるの。あ、帰りましたね。ね。やばい。これ、ね、ちょっと溜めましょう。はい。溜めないとね、やばいです。やばいです、これ。よし。ゆっくりね、ゆっくり行きましょうね、これね。はい。時間ないよね。時間制限ないよね。よーし、一発。うーわ。よーし。味方のね、ジムみたいなね、茶色のジムがね、活躍してくれてますね。はい。あ、基地かな、これ。おお、おお、ちょっと、乗れ、ちょっと、早く開いて、よーし、助かった。やりました。これクリアでしょ？面白いよ、このレイノス。大気圏突入。ここが宇宙か。ここ難しかったんだよ。
武器ないでしょ、もう。140、ごめんなさい。150BS。バズーカーかな。武器がありませんね。はい。うん。あ、もう、そんなことないんだ。武器持っていけるんだ。なるほど。行きましょう。グッドラック。あ、俺の勘違いかな、なんか。ごめんなさい。なんかめちゃくちゃ変なこと言ってて。でこれね、宇宙ですよね。はい。こういうシーンもあるんですよ。もう当時からして、ほんとすごいね、新鮮でしたね。はい。ほんとね、これ、未来を感じるゲームでしたね。こういうゲームでね、ほんとにガンダムのゲームが出てくれたらね、一番いいなと思ってましたね、当時は。うん。それが変に 3D にしたりさ、するから、面白くないんだよなっていう。レイノスみたいなガンダムゲームやりてえなと思ってたな、当時は。うん。なんか、こいつ倒さないといけないんだよね。はい。これ武器変えてさ。これ。バズーカーで。これしかないでしょ。危ない危ない。やれてるやれてる。あいや、これ面白いわ。もうコンティニューないんだよね。このコンティニュー3回でね、3期で、だから1期でゲームオーバーだから3期かクリアしないといけないって厳しいですよね。はい。面白いわ。さて、またね、大晦日ね、このメガドラミニやる予定ですけどね、やっぱりクリア目指してね、やりたいですよね。まず、だから、ダイマカイムラと、まあ、レイノスは無理やな。まあ、スーパーファンタジーゾーンあたりね。まあ、ぷよぷよ2絶対やります。ぷよぷよ2は、どうかな。ね、なんか、クリアできそうな、面白いゲームないかな。何がいいですか？コントラとかちょっと難しいんじゃないかなっていう。ロックマン1ぐらいだったらできない。ひょっとしたら、ちょっとやってみようか。ロックマン1。ロックマン1はファミコンでやってるんじゃないかなと思うんですけどね。ただ、クリアしたね、作品も結構あると思うんですけど、あんま覚えてないね。何作目クリアしたとか全然覚えてない。ロックマン9かな ?10 かなどっちかな、どっちかはもう、大人になってからね、発売されたんでクリアした記憶ありますけどね。あれ、9かな ?10 かなどっちやったっけ。ね、最近だから、最新作ね、スイッチと PS4 で発売されて、全然やってないんだよね。やりたいよね。ロックマン。ね、1ですよね、これね。はい。何が一番弱いの？ロックマン1ぐらいだったら、まあ、ボスキャラさ、少ないし、いけるでしょう。ね。このアイスマンが弱そうだけど、アイスマン絶対氷の面で滑るから嫌だよな。こういうさ、脳筋のやつの方が弱そうだよな。ガッツマンとかさ。カットマンとかやっぱり鋭そうだし、エレキマンちょっとな、ファイヤーマンとかさ、ボムマン、やっぱガッツマン、脳筋倒そうかな、うん、スタートかこれ、よし、脳筋は雑魚キャラじゃないですか、普通に考えて、常識的に考えて。一番弱そうな感じがするんだよ。何これ？ボタンがわからない。あ、わかりました。はい。行きましょう。ね、工事現場のヘルメットかぶったね。他の警備員とかやってたんでね。すごい、ね、工事現場の中の人でもね、すごいいい人いますしね。あ、乗れると思ったら乗れなかった。いい人っていますよね、だからね。ねえ、そういう警備員とかさ、大変なんだよ、警備員って言っとくけど。ねえ、1号警備、2号警備、3号警備だったっけ、あるけど、ね、工事現場で警備してる人が何号警備だったっけ、1号、2号。めちゃくちゃしんどいからね。うん。まあ、ねえ、涼しい、気候がいい時はね、楽だと思うんだけど、やっぱね、気候がいい時って一瞬だからね、ほとんどね、あれだよ。寒いか暑いか、どっちかしかない。
本当に。あ、ジャンプしないといけないんだ、あれね。はい。警備員はおすすめしませんね。はい。僕はだからもう警備員できないからね。もう立ったままの仕事とかできないから。ねえ。ね、警備員って言ったらもう本当絶対雇ってくれるからね。うん、いいんだけど。ねえ。結構しんどいよ。うん。楽そうに見えてめちゃくちゃしんどいからね。僕はおすすめしません。はい。そうやったらやっぱり配送センターで働いた方がいいよ。うん、配送センター、ね、僕はね、体が元気ならだよね。下待ってごめんなさい。元気なら今でもやりたいんだけどさ。力仕事できねえからな、俺。今でもやりたい、本当に。うん。配送センターとかおすすめですよ。ちょっとしんどいけどね。うん、僕もだから、ね、配送センターは配送センターでもね、佐賀はやめた方がいいね。佐賀はダメだ。佐賀はやめた方がいい。デパートの配送センターがいいよ。わりかし荷物小さいんでね。佐賀はもうちょっときついね。うん、時給高いと思うけど、うん、やめた方がいいな、佐賀は。佐賀の下請けね。だったら黒猫の方がいいんじゃないかな。黒猫。一番いいのはやっぱりね、デパートの、ね、配送センターがいいと思いますよ。お歳暮の時期とかさ、そういう時期に、やっぱお歳暮とか結構荷物が小さいからさ、ね。ああいうのも今ないのかな、募集してんのかな、今。どうなんですかね。難しいね、これね。全然、なんかね、ボタンの感じがね、あまり反応が良くないね、これ。なんかこれは、なんかね、反応が鈍いね。まあ、どこもね、バイトは人手不足なんでしょうね。うん、まあ、ね、雇ってくれるところはね、多いと思うんですけど、ね、おいっ子もね、まあ、大学目指してるんでね、今、甥っ子ね、すごい調子いいみたいで、まあ、秋の大会ね、敗れてしまったんですけど、今、ね、A チームも B チームもないそうでね、みんな A チームというか、1軍でやってるみたいなんですけど、ホームラン打ってるらしいですね。すごい、調子がいいらしくてね、ホームラン打つってすごいよね。ね。ホームラン2本打ってるらしいですよ。うん。春、このまま行けばレギュラー取れんじゃないかなっていう。レギュラーとかメンバーにはね、ホームラン打つ人間ってそんないないからね。名門校でもね。まあ、メンバーは入れるんじゃないかなっていう、今の調子なら。調子が崩れなければね。まあ、昔はね、1年の時はちょっと期待されてた感じだったんでね。まあ、それ、調子落としてね、2年の秋はね、メンバー入れなかったんですけど、もと、ね、難しいな、これ。この飛ぶ系はきついわ。ちょっと、ね、変えようか。空の面じゃん、これ。ガッツマンとか言っといて。空の面はあかんやろ。音楽懐かしいですね。ね。俺もね、バイトしましょうかね。なんかできる仕事ないかなと思うんですけどね。ね、一番いいのが YouTube で稼げたら問題ないんだけどね。うん。そんな甘くはないので。皆さん宣伝してくださいよ、僕のチャンネルをね。僕のチャンネルを宣伝してくれる人が増えたらね、YouTube でもっと稼げるんでね。うん。あ、またコンティニューやっちゃったね、これね。これ難しいよ、この面。うん。ちょっと他の面やりたいな、っていう。あ、ちょっと。あれ。全然進みませんね。ね。僕、こんなペースでね、レトロゲームやっていくんでね。初めて見た方、初めて見た方、ここまで見てないわな。ここまで見てくれてる方は、もう僕の実況のね、どういうものか分かってると思うんで、問題ないんですけどね、はい。なんかいい仕事ありませんかね、うん、体力仕事じゃなくてね。そんな甘くないですよね。うん、
ロックマンも甘くないわ。ねえ、サブチャンネルでも作ってね、旅のさ、なんか今流行ってるじゃないですか。ねえ、トラックドライバーの YouTuber とかいますよね、うん。タクシードライバーとかさ、ああいう感じで、ね、原付にカメラ、さ、GoPro とかつけて、撮影しようかな。それサブチャンネルでやってもいいですよね。うん、まあ今は寒いからな。寒いから。この冬にさ、原付乗って大変だよね。トラックドライバーとかだったら冬とかでも行けるけど。ね。そういうのいいですよね。僕もだからそういうのを見るの好きだし。ね、ほんとさっきも言いましたけど、精神的に病んでる時にね、そういう、だから、トラックドライバーとかさ、そのドライバーのね、バイクとかの旅動画とかいいんじゃないですかね。そういう、だから癒しになるじゃないですか。ね。顔出しもそんなしなくていいし、喋らなくてもいいしね。うん。ああいうの癒しになるんじゃないかなと思いますね。うん。まあ今ね、芸能人とかどんどん参入してきてね、もう有名人だらけになってるじゃないですか。ねえ。ちょっとやっぱり一般人は厳しいよね。これ遅延があるわけではないと思うんですけどね。なんか難しいね。なんか思うように操作ができません。はい。なんかジャンプの感覚とか、普通じゃないファミコンの感覚とはちょっと違うんだよね。ここは集中しないとね、クリアできませんね。これ乗るでしょ。これ1個下に乗るしかないですよね。ね、いきなり下に行け、あ、下に行けるわ。あ、オッケーオッケー。タイミング合わないんだよな。あ、いきなり下に行けるんだ。ね。ちょっとね、この、なんかズレを感じますね。なんでだろうな、これ。危ない。あ。ちょっと待って、他の面やりたいんだよ。他の面ね。ごめんなさいね。はい。今の面難しいわ。うん。ステージセレクトね。これやらないといけませんね。はい。ファイヤーマンあたり行きましょうか。はい。やっぱロックマンはね、攻略する順番とか重要なのでね。あ、これ難しいわ。これ難しいよ、絶対。ちょっとボタンがわからないな。これは、絶対無理。こういうのがいいよね、やっぱり。でも最初はね。最初からなんかジャンプを多用する目は厳しいですよ。絶対こっちの方がいいわ。こういうのね、当たっていってもいいんだよ。これやっぱりグラフィックはメガドライブ版の方が綺麗になってんのかな。どうなんですかね。ファミコンからこんな綺麗だったの。ファミコンのグラにしてはやっぱり綺麗な感じするけどね。こんなグラだったのかな。やっぱりね、反応がね、鈍いっていうかね、あんまりよろしくないね、これ。ちょっとね、良くない操作性が。メガドライブ版、もともとこういうものなのか知らないけどね、ちょっと、思うように操作できない。ファミコンの方が多分操作しやすいと思う。なんか、なんでやろうな。なんかね、ズレを感じますね。遅延かな？遅延という感じではないんだけどね。これはね、やっぱり、なんかおかしいな。あ、危ない。まあでもこっちの方が全然簡単やね。さっきの面より。半分ぐらい行きたいよね。半分とかあんのかな。6万に半分なんてあったっけ。ボスまで行きたいよね。ねえ、
何これ、当たるのか、なるほど、当たるなこれ、うわ、もうないよ体力、あと1しかありませんね。危ない、当たった。ティウンティウン。あ、これ途中からかな、途中からやね。はい、やっぱりな、遅延っていうかな、あるな、思うように操作できないのこれね。これがもともとある遅延なのかね、よくわからない。当たるよなこれな絶対当たると思うわ、や、避けれんのこれこのタイミングさ、あのスピードで。お、来た、体力、うん、あ、あんまり回復しねえな。あ、来た、あ、そうか、まだ武器取ってないからね、意味ないよね、標準武器でやらないとね、いけないっていう。あー落ちる、これは。あ、来ましたね、ボスやねこれね。はい、よし、全然簡単だこっちの方がはるかに簡単だわ。おお、全然当たんねえよ、全然当たんないんだけど、これ当たった、当たった、よし、ほとんど回復しないね。全然当たんないね、これちょっと操作性悪いわ、これなんでだろうな、わかりませんね。おい、長いね、ここね。廊下が。よし。ファイヤーマン。おぉ。ちょっと、全然よくないね、これ。全然、やっぱりね、遅延があるな。うん、これできないわ。なんでだろうね、これ。遅延あるように感じてなかったんだけどね、僕がやった時はね、前やった時は、大幕村やってる時はね、全然感じてなかったんだけど、ロックマンのせいなのかな、これがもともと遅延を感じるものなん、ひょっとしたら。これ避けんの、当たってるね、これ。なんで連続できてるか。こう避けないといけないんだ。あ、ちょっと当た、これ避けれるよ。勝てる、勝てる。あた、あなた、や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 りました。やりました。弱かった。弱いわ。あ、これクリアできるんじゃないですか。でも操作性悪いな。操作性悪いわ。炎を取ったら次、アイスやな。アイスやな。アイスやと思うわ。あれ、なんでこれ、ファイル1だよね。ファイルセーブか。セーブか、これ。セーブしとこうか。ね。ボタンがわからないんだよね、どこ押したらいいか。 OK、 セーブ、よし、これアイスやろう、もちろんね、他にいないよね。はい、絶対炎が効くでしょうね。まあでも滑るんだよな滑るんだよな、これな、間違いなく滑るよなよし、おぉ、すごい滑るね、これね。あ、でもこっちの面の方がやりやすいわ。滑った方が逆になんか、やりやすいな、これ。このゲーム。あ、水中行くんやね。ねえ。まあ、これやっつけなくていいよな。
ああ、これ6番1ってそんな難しくないの、ひょっとしたら。全然覚えてないの。これグラフィックやっぱり違うのかな、ファミコン版と。ねえ、こんな綺麗なグラス作れないよね、やっぱりファミコンだったら。ねえ、思うんだけど。倒せないんだ。あ、やべやべ。お、いいね。当たるよな。え、どうすんの。あ、オッケー。やっぱレトロゲーム面白いな。レトロゲーム面白いわ。これもうちょっと操作性が良かったらいいんだけどね。なんでこんな操作性悪いのかな。あ、ここやな。ここに行くのが別やな。これ、やっつけられないもんね。あ、届かないね。ああ、なるほどね。はい。ああ、難しいね、これね。うん、タイム合わせるの難しいわ。あ、右ね。右行って上行って右ね。はい。ごめんなさい。覚えられないわ。ちょっと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 、もう体力もないし。オッケーオッケー。あ、滑る滑る滑るよ滑るよ。難しいな、これ。やっぱ空中になってきたら難しいな。うん、倒せないんだよね。うん、ああ、届かないんだ。ああ、ちょっとイライラするゲームな、これ。ちょっと飛んだかんって。よし。俺もね。俺、うっとうしいよな。まあ、うっとうしいな。まあ、覚えたらね。一度覚えたら楽だよね。絶対早いんだ。うん、問題次やね。これ滑るんだよね。おお。これ倒したらダメだよな。あ、危ない。これ難しいね、これ、アイスマン。おお。これは難しい。これ倒したらダメだよな。おお。これどうやって上、行かないじゃん、全然。なんで？あ、やっと来た。よし。オッケー。滑るんだ、これ難しいわ。はあ、というわけで今回これで終了しましょうか。はい、下回ってねえな。面白かった。うん、これね、あのリセットボタンを押さないといけないのかなと思ってたら、この右上に R ボタンみたいなありますね。はい、これでなんかできるわ。うん、いちいちリセットボタンを押さなくてもできますね。はい、これは便利だなと思います。メニューに戻る。まあ、というわけでね、6番ちょっと今した感じだったらちょっと遅延感じますね。なんか操作性悪いわ。あとね、ヴァンパイアキラーとかね、これ悪魔獣ドラクラの系列ですよね。はい、モンスターワールドとかね、スト2ぐらいだったらクリアできるんじゃないの。
人用ならできそうな感じするけど、まあ、今度やりましょうか。ガンスターヒーローズだったりね、すごいマニアックなファンがいますよね。まあディズニーとかもね面白いと思うんだけど、うん、僕ベルトスクロールアクションが苦手でね、あのゴールデンアックスとかあのこのベアナックルとか全然できないと思うな、うん、昔から苦手なんだよね。昔三国志であったよね、なんかゲーセンでさ、なんか何人かで遊ぶようなあれ面白かった記憶があるんだけど、うん、虫アレスタとかね、まあ、というわけで今回ねこれで終了します。またね大晦日でやりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。